た薬もらうからね、うん、頑張って飲もうね。治るかもしれないよ、うん、治るかジュン君のホットカーペット役に立っています。役に立ってるはずなんですけれども、ここに一つ、ここに一つ、そしてこのベッドの下にも一つ入れています。電源はこんなことになっています。今乗っているのはこれです。この二つは使っていないのでオフにしています。ずっと寝てくれたりするといいんだけどな。トイレに行く頻繁な、トイレに行くとまた炎症がなんか続いてるような気がするんだけどな。できたら一日中寝ててもいいから。今日はちょっとね、天気が悪くて気温も低いので、ちょっと窓際じゃない方がいいかなとは思うんだけど、本人が好きでここに来ちゃったんだよね。うん、ここで寝てもいいんだよ。ちょっと足痺れるんだけどね。寝なさい。寝て。ジャン君挟まってますか。あ、何してんのジャン君。ジャン君の病院に今電話しました。電話した結果ですね、じゃあお薬を出しますということになりました。なんかこの間2週間のやつじゃない別のお薬を出して試しましょうって。で注射じゃないので行かなくてもいいんだって。ジャン君本人がね、あの元気だったら大丈夫なので薬だけ変えてみましょうって。よかったね、ジャン君。ジャン君病院行かなくていいんだって。ただね、飲み薬飲むんだよ、ジャン君。頑張ってね。はい、飲むよね。注射するぐらいならね。液体の薬にしてもらったよ。あれここ開けたの。あ、これね、これを置いて、はい、どうぞ。はい、よかった、よかった。ポンちゃんも心配だったからね。ジャン君だけ連れて行ったらポンちゃんまた大泣きかなと思って、うん、そこよね、うん、でもね、もう注射も打ったし、ポンちゃんは行っても意味がないので。ジャン君、ジャン君
よいしょ。よしよし、ジャン君。ジャン君、よく寝るっていうのをしとくといいんだよ。うろうろしてるか。うろうろするのか。なんか届いたぞということで、いただき物また届いています。届きました。何でしょう。冷用冷蔵だったそうです。これは怪しいものか。このまま冷蔵庫で6時間冷蔵庫解凍していただいてからお召し上がりください。なるほどね、解凍の意味の冷蔵だ。冷蔵は本当は冷凍なんだけど、食べる前に冷凍どうしてねってことなの。なんか素敵な素敵な箱。栗松です。なんだか分かりません。分かりない。すごい栗だろうなという栗と松は分かりますが、でなんかすごい素敵です。何になるの。こうやって取ってもいいだね。なんか開けるのもったいないんですけど、綺麗な包装で、はい、これは何？あ、切るやつかな。シュッて。和菓子なんだろうね。あれ？あ、モンブラン。はっはモンブランです。これは、あ、紅茶？え、紅茶なの？裏に何か書いてある？そうかもね。紅茶かこれと一緒に合わせてってことなのかな。そうかもしれない。ちょっとなんかどっかに書いてないかな。よいしょよいしょ。これに書いてあるかな。なんかすごいすごい、なんか豪華なものが、なんか、あ、栗松千本、もちもちの手作り栗大福の上に香り豊かな和栗の特製モンブランクリームを流しました。お客様の素敵なご縁も千本のモンブランクリームのように末永く続いていきますように、そんな思いをクリームとともにたっぷりと込めました。こういう感じです。こんなイラスト付きの説明書、なんか素敵な説明書です。はい、これは今はまあまあな夜なので、明日のお昼にでもいただくかね、うん、朝かお昼か。そうだね、うん、はい、じゃあ冷蔵解凍続きをやっておきます。あ、ちゃんと食べ方も書いてある。中箱を取り出します。ヒントがありません。箱の縁を開きます。付属のヘラでお召し上がりください。影になってしまう。そうだね。はい、はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。なんか素敵な入れ物でした。すごい、なんだか豪華、はい、豪華な豪華な。はい、ジャン君、ポンちゃん、お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それは何かというとですねこれ、はい、なんでしょうか。ペンギン。あ、ポンちゃん乗るの。ペンギン乗りました。ペンギンチェック。ポンちゃんチェック。ポンちゃんチェック。ポンちゃん多分なんかちょっとふかふかで気持ちがいいんじゃないか。違う。はい、乗っちゃったからしょうがない。言います。これはジャン君の膀胱炎のことを心配した方からプレゼントです。プレゼントです。猫の腹巻き。猫の腹巻き。ペット用腹巻きなんですって。猫のジャン君。さあ、ジャン君、ね、つけてみよう。つけるかな。また乗っちゃいました。裏返したのに。どういったかと思ったのに。どういったかと思ったら、裏返しにしたら乗ってしまいました。ポンシャン。どうしても乗りたいの、ポンシャン。ポンシャンポンシャン。裏もペンギン咲いたね、ポンちゃん。いいね。ポンちゃんはちょっとだけ高いのに乗りたいのね。あとちょっと柔らかいからね。いい感じ。ペンくん
なかなかジャン君着られませんね。じゃあ後でね。ポンちゃんがどいてくれたので袋から出すことができます。はい、こんな感じ。あ、結構ね、柔らかい、ふわふわ、うん、なんか柔らかそう、気持ちよさそう。これを首を通すのが至難の技ですね、きっとね。ジャン君、初めてのことは大体嫌がる。ジャン君、あいで、あいで、あいで、お腹ポンポン、あいで、ここにじゃあおいで、ポンポンがあったかいよ。はい、ジャン君、ポンポン、ポンポンあったかいよ、ポンポン、あいで、あ、ごめんとこそっちで言ってるんだ。でもさ、ちょっと毛布とかかけても全然平気じゃない。そうね、最近首さえ、あいで、ここまで上に、これで釣るか。あれでー、よくいいな、ブラッシングだって。ん、どうする。おお、こうないよ、そこにはもうこっちいたよ。あれで、これほらあるよ、ピンクのブラッシュあった、はい、どこ行っちゃうの。ポンちゃんにつけちゃうぞ、ポンちゃんにつけちゃうぞ、うん、ポンポンちゃん飯食っちゃうのかい。まあ、おいしいの食べて元気になってください、はい、心配だ、トイレに入ってあります。明日薬もらうからね、うん、頑張って飲もうね。治るかもしれないよ、うん、治るといいな、ジャン君に聞くといいな。あんま一切砂をかける気持ちがありません。なんかさ、まあ、出てないからなのかもしれないね、うん、出なかったってなるんですね。ジャン君こっち来て、なんかあったかいのあるよ、ほかほかになるよ、ジャン君。はい、ジャン君。ああ。はい。なかなかむずいね。完全に俺が抑えられる場所じゃないとダメだ。カメラを撮らないでやるか。カメラを片手で持ってると。ちっちゃいの。ジャン君、おいで。ジャン君、おいで。はい、で。はい、で。くるくるくる。あれはい、ジャン君、どうしよう、どうしよう、うん、おー、なんだろう、そんなに嫌なの、ジャン君。まあ、首を通すっていうのがね、首輪は全然平気なのにな。前から来るものだからね、これはね。ちょっと怖いのか。じゃあお尻から入れる。うん、お尻から入るかな。まあ何度かやって安全だなって本人が思ってくれるまでやり続けるしかない、ね、うん、じゃこれをちょっと背中に乗せたりとかしてあったかいなって思ってもらって、じゃあかいで、またハトでね、あ、ポンちゃん来た、あ、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、あ、迎えに行ってくれんの、ジャン君のこと。こっちおいでよって、お兄ちゃんこっちおいで。